はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の豚しウィルパーキット。いざ参ろうか。関ヶ原の戦いシナリオの大谷を継ぐ編第10話ですね。前回包囲網かけられたんですけど、ね、すぐ潰せれなかったお家、ここら辺のところとかね、ちょっと、普通に戦争できるようになったので、ね、これはね、良かったかなと思います。神殿深めとこうか。ここも深めとこうか。これでもうほぼほぼ右側は全部いけるんじゃないのかな。なので今回は真田さんと上杉を落とすことに集中していきましょう。13,000持っていけばいいんだね。17,000ぐらい持っていけば大丈夫かな。ここは8,000ちょっと。これここら辺からいけばいい。ここら辺もちょっと行っとこうか。いざ参ろうか。遅れを取るな。こんな感じでいいかな。徳川さんあんまり相手にしたくないなっていうのはね、今回のね。表裏卑怯。今回進めていく一番の課題ですね。我に続け。この城もらい受ける。はい、沼田取ったんで。かたじけない。行くぞ。8200、いいね、いいね、いいね。行くぞ。矢口行こうか。出陣するぞ。我に続け。こっちより左の方が絶対いいでしょう。初期化。承知いたしました。もぐらいけるじゃん。こっちは問題ないね。標高92日。左の方は早くないか？承知。こっちの方はちょっと早いね。これは勝てるね。皆、見事な戦であった。結構モグラいけるね。モグラ行こう。いい感じですね。進めていきます。こっち出てこなさそうだね。必ずや果たさん。これ出てくるの本当に。出てくるってさっき言ってたけど。八王子は、方位 ?43 日。方位しとこうか。ちょっと3万の舞台でちょっとこれは、ね。さっき出てくるはずだったから出したんだけど、出てこなかったね。ちょっともったいないね。まあ、しょうがない。あ、出てきてくれた、こっちはちゃんと。誇りにかけて、負けはせぬ。行こうか。出陣しよう。上田はじゃあ早めに落ちるかな。1ヶ月ぐらいかな。多分1ヶ月、2ヶ月かな。
収支になります。これより表情を始める。73、52、56ですね。これにて表情を終える。これ多分あれだと思うんだよね。敵が主義の低下が、ね、低下するやつだと思うんだよね。とりあえず。お。手を打とう。いざ参ろうか。これは触っただけで落とすそうな感じだね。進めていこう。兵糧か、兵糧、兵糧。取引を行いましょう。またターグになった。41円になった。高い。ああ。増えやがった。これは時間かかるわ。水攻め82。これ勝てるね。覚悟なき者に負けはせぬ。これは、行きます。あれしよう。移民しとこう。出陣する。皆の者、勝ち時をあげよう。4歳ちょっとよ、4歳はちょっとやめてほしいね。かたじけない。言葉もろくに喋れないんじゃないのかな、4歳じゃ。6200。多分小山は守りきれないね。あ、守れるのかな。一応ここで。あとこれも一緒に合流させとこうか。進むのだ。行こうか。で、ここ行こうか。進むのだ。これ負けちゃっても途中からできるでしょ、多分これ。強行にしとこうか。うん。あ、2万8000で来てくれる、八王子。行くぜ。いいね。いいよ、進めていきましょう。もらい受ける。かたじけない。いやびし落としたんでこっちね。あ、これちょうど後ろのところで出てくれる。これはありがたい。皆の者、これ即キロいけるパターンのやつですね。あ、また出てくれた、優しい。我が武を持って我が名を示す。これ多分すぐ落ちるよ。あ、すぐには落ちなかったね。これはどうなんだろう。あ、勝てる。戦場こっちの方が有利ですからね。勝つなんてことは分かっています。報告します。先月の収支になります。ゲチオ、あれ、ここに来てこっちに向かった部隊いなくなっちゃった。6200。へえ。行こうか。じゃあここ行こうか。あれ、なんか16000、どっから来るんだ。ここから違うね。進むのだ。まあ様子見ましょう。兵糧買います。取引を行いましょう。遅れる者は斬る。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。水攻めにしとこうか。さて、次だ。かたじけない。八王子か、落としたの。そしたら江戸行こうか。行くぜ。
先に行くぞ。ついてこい。あー、クルリュ取りたいね。ここも取りたいの、森山も。こっちから行こうか。行こうか。我に続け。じゃあ進めていきます。あんまり家康のいじめのつぶりはなかったんだけど、結局最終的になんか家康がいじめてるような状態になっちゃってるね。ここ行こうか。行くぞ。進め。モグラやっても大して変わらないよね、これ。こっから行くのは一番早いんじゃないのかな、出荷。全員で右下から行けばいいんじゃない？承知いたしました。ああ、やっぱ時間かかるんだ。じゃあまあ、普通に行こうか。いや、これ、他の場所に移動した方がいいの、これ。おいで、70、水攻めにします。いや、さっきの場所のどっかわかんない。百何十日か。ここも、いいね。かしこまりました。かしこまった。かしこまりました。ポイにしときます。ここ江戸城だよね。硬いね。江戸城とりあえず諦めよう。帰ってきちゃったんだね、江戸城ね。江戸城はじゃあ、本部にして。お大城あたり。先に行くぞ。ついてこい。あと、どこだったんだろう。130日で、あれした、時間かかるお城あったんだよね。上田？違うよね。ここかな。どこだったんだろう。ここだわ、ここだわ。ここを違う場所にしても。大して良くないね。ここあれしようか。じゃあ、強行にしとこうか。じゃあ、進めていきます。報告します。先月の終始になります。ご命令を。歩兵はどっかする場所ある？ここら辺か。承知いたしました。
はい。あとは特になさそうだよね。こっち？大丈夫そうだね、ボヘアね。で、兵糧買おう。兵糧買って。取引を行いましょう。じゃあ、進めていきます。ああ、一部隊だからだ、あれだね、包囲できないね。こっちの左側の方がいいのかな。承知。これ53日持てばいいだけなんで、53日ね、頑張ってみましょうか、ちょっと。ただ、最終的に打って出てこられて終わりそうな気がする。2万3000で来る。手を打とう。何日後？ 26 日後。違う、あと何日した？あと何日これ。29。3日足りないのか。ああ、これ伊達の城か。こっちついたら出陣する。くっついても引っ込まないか。参るぞ。出陣する。引っ込まないね。諦めよう。うん、伊達はそんなに優先順位高くないんで。上杉さんとあれだけなんでね、真田が高いんで。じゃあ進めていきます。うん、水攻めにしようか。勝ち戦だ。勝ち時を上げる。どこだどこだ。ああ、この端っこと落とすんだね。行きます。じゃあここ行こうか。14,000。進め。こんな用意できんのかい。そっちは皆の者、勝ち時をあげよう。ことじけなし。ああ、なんか同時に落としたっぽいね。こっちに行って。続け。手を打とう。ウコンさんはこっちだね。うん。いざ参ろうか。そうすると、こっちの到着が57日。こっちの到着が88、57。じゃあこっちから行った方がいいのかな。77。大して変わらないね。うん。ちょっと、到着時刻的に間に合わないかもしれない。途中もしかしたら一回ずつはこれで休憩させるかもしれない。では進めていきましょう。報告します。これより表情を始める。まあ、軍事論議できます。63、52、58。これにて表情を終える。ティアノク上昇台、これ取ろうか。ゲチオ。で、歩兵いっぱいやらなきゃいけない場所あると思うんだよね。ちょっといまいち、はい、パッとどこかすぐには出てこないんですけど。承知いたしました。さっき結構ね、まとめてポコポコポコと落としたんですよね。ここか。承知いたしました。承知いたしました。はい。
なも感じかな。うん。ちょっとボヘアップ使っとこう。ちょっとよくわかんなくなっちゃうんでね。ボヘアップ。我が覚悟、お見せしよう。あとは、民中上昇を使っとこうか。我が覚悟、お見せしよう。特に使うタイムってないんだよね、この家ね。もう、忠誠もマックスだしね、手紙も、ね、99もあるし。19,000。ちょっと厳しいね。今戦争は4ヶ月。はい、進めていきます。悪いが、負けられぬのでな。したらこっち行こうか。手を打とう。どっちがいいんだろう。ここら辺でいいか、微妙に。進むのだ。近いところで。なんか出てきた。ギリギリだよね。でもどうなんだろう。戦場見てなかったからわからないんだけどね。もう終わりか。早かったな。ギリギリ勝ったんだね。これは先着扱いで勝ったっていうだけですね。ただ単にね。行きます。先着扱いでも多分ここは取れない。はい、進めていきます。その代わり。ここはなんかすぐもらえそうな気がする。こいつ帰らないっぽいんで。あ、帰ってたね。方位47日。いいね。我が志、必ずや果たさ。水攻めやっとこう。我が志、必ずや果たさ。この城もらったぞ。かたじけない。鳥山もらったみたいだね。そしたら6700倒せる。水戸さん行こうか。水戸さん行くぞ。遅れを取るな。もう家康にヒーヒー言っちゃってるね、これ。勘弁してくれって言ってるよ、これ。報告します。先月の終始になります。下地を。はい、ということでね、第10話ですね、これで終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。